リスアニは M1 エンタテインメントより発行されているアニメソングの専門雑誌。2010年4月24日創刊。2000年代半ば以降、オリコンチャートなど商業的にも大きな影響力を見せるようになったアニメソングにまつわる記事で構成される。 2015年5月発売のボリューム21まで初代編集長を担当した西原試験によるとアニソン界も方角と同じように大規模のライブを行うことが定着し幅広いファンを獲得したことが創刊へのきっかけにつながったと語っているアニメソング歌手やアニメソングを歌う声優そしてミュージシャン作詞家作曲家 音楽プロデューサーなどアニメソングに携わる人物へのインタビュー記事に力を入れている。表紙にはその号で特集されるアニメ作品のキャラクターが描かれている。また一部の号には CD が付録となるほか別冊が刊行されることもある。フリップサイドのヤギのマサトを審査員に迎えての歌手オーディションや同志の名を冠した音楽ライブ、テレビでの情報番組といった。 メディアミックスも展開している。なお、対象を女性読者に限定して編集した女性が楽しむアニメ音楽史という触れ込みで、ラソフが2016年5月31日付で分離相関された。2010年よりリスアニライブシリーズを皮切りに各種音楽イベントを開催している大規模アニメソングライブ。2010年と2020年を除き、 日本武道館で開催される。司会者は突起のない場合、2015年までは日本放送アナウンサーの吉田久則。2016年からは富田昭弘。初代編集長の西原志賢は、編集部全体が音楽ファンの集まりであることから、当初から本気の音楽フェスをテーマに掲げ、日本武道館を会場にしているのもアーティストにとっての聖地であるからと。 本ライブの開催の意義に関して語っている。後日、BS スカパー、及びミュージック ONTV でテレビ放送される。リスワニ、ライブ2010-2010年12月19日に東京国際フォーラムホールへにて、デイステージ、ナイトステージの2公演が行われた。リスワニ、ライブ2011-2011年12月4日に行われた。リスワニ、 ライブ32013年1月26.27日に開催された。以降2016年まで2日間公演が続いた。リスワニ、ライブ42014年1月25.26日に開催。司会は吉田アナと和シザ県。リスワニ、ライブ52015年1月24.25日に開催。司会は24日が吉田アナ。 25日が、鷲崎県。今回より、曲数は少ないながらも実力派アーティストを、日本武道館の大舞台へと出演するチャンスを与える、エクストラアーティストパートが新設されている。リスワニ。ライブ2016-2016年1月23.24日に、開催。MC は、富田昭弘。リスワニ。 ライブ2017-2017年1月27日から29日に開催。初の3日間開催となる。以降2019年まで3日間公演が続く。司会は富田。リスアニ。ライブ2018-2018年1月26日から28日にかけて開催。この年からクロスステージがフライデーステージに解消され、出演者も3組に拡大した。 リスワニ、ライブ2019-2019年1月25日から27日にかけて開催。今回は過去のエクストラアーティスト枠の拡大版としてアップカミングアーティスト枠が設けられている。リスワニ、ライブ2020-2020年2月8.9日に開催。当初は日程のみ発表され、日本武道館が改修工事のため会場は、 幕張メッセイベントホールで開催された。なお、2月の開催は初となり、開催日数が2016年以来4年ぶりに2日間に縮小された。MC は8日が富田、9日が青木優馬、リスアニ、ライブ2021-2021年2月27日28日に開催。日本武道館では2年ぶりの開催となった。MC は27日が、 富田明宏、28日が青木優馬。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い従来より収容人数を減らし、リスワニ、ライブとしては初めての有料配信が実施された。リスワニ、ライブ20 2022年1月22日23日に日本武道館にて開催予定。ライブハウスでの近距離戦をテーマとした。 クラブハウスイベントシリーズ。100から300人ほどの小規模会場で開催するアニソン系オールナイト DJ イベント。雑誌リスアニとリスアニ。ウェブの OP&ED レビューコーナーと連動しリスアニ。編集長、西原市健、副編集長、住川隆一。評論家、富田昭弘のリスアニ。 レコメン S3 名によるトークと共に放送中の最新テレビアニメ主題歌約60曲をひたすら視聴する都内某所で開催の屋内密室がタイベエント。正式名称はリスアニレコメン S プレゼンツアニメ主題歌マラソン視聴会 201X 年に X クールのジン、君は耐えられるか。略してリスアニマラソン。女性向け姉妹誌ラソフによる 男性アニメソングアーティストを集めたライブイベント2016年より開催音楽ライブ DJVJ プレイブース展示などを複合展開する回遊型イベント2017年開始リスアニ TV はミュージック ONTV 制作で2012年4月6日から2017年3月まで放送されていたアニメソング系の音楽情報番組 地上波では東京 MX に加え2015年4月より KBS 京都でもネット開始2016年3月をもって KBS 京都でのネットを終了し翌4月から毎日放送でネットを開始掃除梅がデザインしたオリジナルのマスコットキャラクターアニーちゃんとリスが番組を進行するまたナレーションは浜田賢人が担当しているミュージック ON TV のみの特別番組が放送されることもある。2017年3月で放送終了。後継番組はリースニーナビ。主なコーナー過去スタッフ過去放送局リースニーナビは2017年4月より開始のリスアニ TV の後継番組。東京 MX での2018年6月30日放送分。 およびミュージック ON TV での7月3日、初回放送分をもって休止したが、9月11日よりミュージック ON TV のみ放送再開した。ミュージック ON TV での2019年3月25日、初回放送分をもって、全身番組を含め7年で放送終了となった。なお、後継番組はない。 主なコーナースタッフ放送局リスアニ、TV に関するカテゴリリスアニ、ライブに関するカテゴリーリースニー、ナビに関するカテゴリありがとうございます。